こんにちは、速業の久保です。24時間、育児パパでございますあの若ちゃんがね乳幼児が、まあ、今日は大和くんなんですけど大和くんがねなかなか泣きやまずにどうも鼻づまりを起こしておるらしいってことが分かったんですよ、うん、分かったというかそうなんじゃないかなと思ったんですよでとりあえず鼻づまりを改善するために奥の方でね鼻水がこう溜まってるのが分かりましたんでそれを改善するのにどんな方法をとりますかあの、 鼻をね、口で吸い出す方法ももちろんあるんですけども,も私はですね明治時代から伝わるある秘伝を知ってるんですよでそれを今日試してみたんですよねそれは何かと言いますともう答え言いますとメンソレータムなんですよメンソレータムのスースーする要素がありますんであれをですね胸の辺りにしっかり塗るとそのスースーする要素が鼻通りを良くするんですよまあこういうのをね、あのー、幼い頃というか小学生ぐらいの頃本で読んだことがあって それが今ちょっっとといたたんでね役に立ったかなとパッと塗るとですねスースーと鼻通りが良くてずーっとねぐじ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 したのがもうパッとね切り替わるように今スヤッと眠りについてくれましたまあいろんなね昔の人の知恵ってのはまあバカにできるもんじゃないかなともちろん昔の人の知恵をどのように扱っていくかっていうね現代人我々の知恵は必要なんですよ 道具があってもその使い方を間違えればもしかしたら有害になるかもしれませんので、ねえーまあ、こういうことを一つ一つ積み重ねながら試しながらヤマト君にね育ててもらってるような感じがするわけなんですよね、えー、本日は以上でございますそれではまた会いましょういってらっしゃい